今日の特集お送りしていきましょう。今回は SDGs についてお伝えしていきます。さあ、そもそも SDGs とはおさらいしていきますと、貧困、不平等、格差、気温変動による影響など世界のさまざまな問題を根本的に解決し、すべての人たちにとってより良い世界を作るために設定されました世界共通の17の目標のことですね。ご覧いただいてます、こちらです。そして JCOM でも国連とメディアが共同で推進する気候キャンペーン 1.5 度の約束、こちらに参加しております。これは国内のメディアが共同で CO2 をはじめとする温室効果ガスを減らすためにできることをしていこうという取り組みなんですね。そこで JCOM は今回SDGs 特集ウィークと題しまして、 SDGs に取り組みます大学生の研究について、取材してまいりました。ご覧いただきましょう。北海道大学農学院土壌学研究室。この研究室では地球温暖化や生態系の変化など地球規模での環境変化について研究が進められています。その中の一つとして進められている研究がお米を作る上での新たな農業技術の確立についてです。キーワードは温室効果ガスの削減と安心安全なお米の生産。 SDGs 4つの目標を目指します。土壌学研究室博士課程の波江日和さんです。波江さんの研究は無肥料無農薬の水田で中耕除草を用いた場合、お米の収量が確保でき、かつ温室効果ガスを減らせるのではないかというものです。どのくらいのお米が生産できるのか、どのくらいの温室効果ガスが発生するか、これまで4年間データを集めてきました。私の研究はこちらに見える水田でやってるんですけれども、無肥料無農薬の水田に中耕除草っていう除草を掛け合わせると、化学肥料や農薬を投与する観光農法に匹敵するほどの収量が取れるっていう研究がありまして、その研究に基づいてこうどれぐらいの収量が取れるのかっていうのを北海道でやっているという感じです。でまた、水田からは地球温暖化の原因物質であるメタンっていう物質がとても発生するので、そのメタン排出量っていうものも合わせて評価していこうっていうところで研究を行っています。無肥料無農薬の水田で中耕除草を用いた場合に、観光農法と同じくらいのお米の収量が確保でき、かつ温室効果ガスを抑えられることが明らかになれば、人にも地球環境にも優しい持続可能な農業技術を確立することができます。そもそも日本のメタン排出量は農業が占める割合がおよそ 81%、 その5割以上が稲作から排出されていることから、メタンの排出を抑えることの重要性がうかがえます。続いてメタン排出を抑制するメカニズムです。土壌の中では酸素が減少し、メタン生成菌が活発にメタンを生成します。そこで中耕除草を行うことで定期的に酸素を土壌内に供給すれば、メタンの発生を抑制することができるのではないかという考えです。中耕除草の回数によって収量が変わってくるっていうところがあるので、0回、中耕除草0回、2回、5回っていうように処理区を分けて、それぞれの場所でメタンガスっていうものを測っています。あと合わせて収量調査も行うという形の研究をしています。無肥料無農薬の水田と肥料農薬を使用した水田、2つの水田で比較した場合のメタンガスの発生量とお米の収量を測定してきました。しかし波江さんはこれまでの研究結果からまだ課題が多くあると言います。観光農法に匹敵しなかったっていうところが
やはり問題だ、収量が匹敵しなかったっていうところが問題だなっていうふうに考えていて、まあ、その要因っていうものが何なのかっていうところを探っていきたいなっていうふうに考えています。また中古除草を一番行った処理区でメタンの排出量が削減されていた傾向として、実際に中古除草を行っている時に出ているメタンが出ているのではないかっていうところも懸念として残っているので、そこも合わせてきちんと評価していく必要があるなというふうに考えています。最後に浪江さんの目標について伺いました。無肥料無農薬っていうところで、安心安全なお米を人に十分な量を提供できるっていうところで、人に優しいっていうところもありますし、なおかつこう無農薬っていうところで生物生態系を保全できるっていうところがまずこの中耕自然農法っていうところの魅力の一つだと考えています。でなおかつメタンの排出が削減できるっていうことが明らかになってくると、地球環境にも優しい農法っていうふうに言えてくるのではないかなっていうふうに考えていますので、そういうところを明らかにしていくっていうところが自分のやるべきことだなっていうふうに思っています。でこういうふうにこう人にも優しくて生態系保全にも貢献して環境にも優しいっていうことが明らかになる農法だっていうことが自分たちの研究で分かるようになれば、大きく社会に貢献できるのではないかなというふうに考えています。人に優しく環境にも配慮された持続可能な農業技術の確立を目指して、浪江さんの研究は続きます。はい、ということで、やはりこうお米は私ほぼ毎日食べるものですからね、そのメタン排出、そうです、温室効果ガスの排出のおよそ8割が農業、そのうちの5割が稲作からっていうのは、これは私はこの43年間生きてきて知らない情報でしたし、だからといってお米を作らないというわけにもいきませんからね、浪江さんの研究というのが今後生きていくのかなと、またこういった難しい話かもしれませんけども、我々がこれを見ることによって SDGs というところをまた改めて意識するいいきっかけにもなったかもしれませんね。そんな浪江さんが研究のために育てていましたお米なんですけども、収穫は10月なんですって。10月に収穫して北海道大学のですね、学食で提供されるということなんですね。そういった予定ということですので、こちらも楽しみですね。そして JCOM が取り組む SDGs 特集ウィークなんですが、 JCOM 各局で地域の SDGs に取り組む学生を取材しております。全国各地の SDGs 特集動画、こちらを見ることができますので、ぜひ皆さんホームページをご覧ください。以上、今回の特集は SDGs についてお送りしました。